この動画では購入したマシンマーク3をパソコン上で快適に使用するまでの流れをご案内いたします。まず製品を開封するとマシンのアクティベーションコードが同封されていますのでこれに記載されているマシンのセットアップ URL へアクセスします。製品を使用するためにはネイティブアクセスというソフトが必要になりますのでお使いのパソコンに合わせてダウンロードを行ってください。Mac の場合は ダウンロードしたインストーラーをダブルクリックします。このネイティブアクセスをアプリケーションフォルダーへドラッグドロップするだけです。このコピーが終わった後、アプリケーションフォルダーをダブルクリックします。このようにネイティブアクセスが追加されていますので、ダブルクリックして起動します。確認のメッセージが表示されますので、開くを選択します。パソコンに設定したパスワードを入力して、ヘルパーをインストールをクリックします。このようなウィンドウが開きますので、スタートアップデートをクリックします。 これでネイティブアクセスを最新の状態に保ちます。Windows の場合はダウンロードしたファイルをダブルクリックし、この中のネイティブアクセスをダブルクリックします。このように確認のダイアログが表示されますので、はいを選択します。セットアップウィンドウが表示されますので、NEXT を選択していきます。このような画面が表示されればインストールが完了です。デスクトップへネイティブアクセスのショートカットが追加されますので、こちらをダブルクリックします。このような確認のダイアログが出ますので、はいを押して進みます。 自動で最新のネイティブアクセスを確認しに行きます。この画面が表示されれば、ネイティブアクセスの使用が可能です。次のステップは、Mac、Windows 共通となります。まず、ネイティブインストルメンツのアカウントを既にお持ちの場合は、メールアドレスとパスワードを入力し、ログインを押します。まだアカウントをお持ちでないという方もいらっしゃると思いますので、アカウントの作成から行っていきます。この下に表示されています、Create a ネイティブインストルメンツアカウントをクリックします。このように、 アカウント作成の画面に切り替わります。まずこの上部分には、現在ご使用中のメールアドレスを入力してください。そしてこの下には、アカウントへログインするためのパスワードを決定して入力します。このパスワードには注意点がありまして、すべてで10文字以上、そしてその中の1文字以上は特殊文字、パーセントやびっくりマーク、シャープなどを使用してください。入力が終わりましたら、規約のチェックボックスにチェックを入れて、クリエイトアカウントをクリックします。 これでネイティブインストルメンツのアカウントが作成されてネイティブアクセスはすでにこのアカウントでログインした状態から始まります次にこのアカウントに対して購入したマシン Mark3 を登録しますこの Add a Serial をクリックしますこのように製品のシリアルナンバーを入力する画面が開きますのでマシン本体に同封されているライセンスカードのシリアルナンバーを入力しますもしこのライセンスカードを紛失してしまった場合は Mark3 本体の裏に ライセンスナンバーのシールが貼られていますので、そちらをご確認ください。シリアルナンバーの入力後、アッドシリアルをクリックします。登録の完了後、このような画面が表示されますので、クローズを押します。そして、その上の更新ボタンをクリックしてください。次に、not installed をクリックします。このように、現在使用できる製品が一覧できます。この部分をクリックすることで、表示をリスト表示に切り替えることもできます。このように、マシンソフトウェアの他にも、 ドラム音源やシンセサイザー音源など様々な音源をすぐに使用することができます。この製品のインストールは非常に簡単で右上のインストールオールをクリックするだけです。また各製品の右に配置されていますインストールをクリックすることで製品を個別にインストールすることも可能です。ここで一点注意点があります。このように各製品の容量をご覧いただきますと中には大容量の音源もありこれらをシステムのハードディスクではなく別途用意した 外付けハードディスクに保存されたいという方もいらっしゃると思います。そのような場合、インストールオールをクリックして表示されるコンテントロケーションのブラウズから希望の外付けハードディスクを選択します。今回、このインストールはデフォルトの状態で進めていきます。これらを確認した後に、コンフォームをクリックするとダウンロードが開始されます。このダウンロードとインストールには多くの時間がかかる場合があります。すべてのダウンロードが終わるまでこの状態でお待ちください。製品のダウンロード。 インストールがすべて完了した後は、インストールプロダクツに製品が表示されます。これでマシンマーク3を使用する準備が整いました。本体に同封されているアダプターをマシンマーク3と接続します。そしてこちらも本体に同封されています USB ケーブルを使用してマシンマーク3とパソコンを接続します。これらの接続を確認した後、本体の後ろに設置されている電源ボタンを入れます。この状態で 実際にマシンソフトウェアを起動します。Mac の場合、アプリケーションフォルダの中に Native Instruments というフォルダが作成されていますので、この中にアクセスします。マシン2のフォルダをダブルクリックします。これがソフトウェアになりますので、ダブルクリックで起動します。Windows の場合はデスクトップにマシン2のショートカットが作成されますので、このアイコンをダブルクリックします。初回起動時は使用できるプラグインをすべてスキャンしに行きますので、立ち上がりに時間がかかります。 すべてのスキャンが終わった後は、環境設定のウィンドウ、オーディオタブが選択された状態で開きます。このデバイスという部分から、マシンのサウンドをどこから鳴らすかという指定を行うことができます。パソコン本体やオーディオインターフェース、もしくはマシン Mac3 を選択することができます。この場合、マシン Mac3 とスピーカーを LINE で接続したり、ヘッドホンを接続したりすることで、マシンから出力されるすべてのサウンドをモニタリングすることができます。 この設定が終わった後はクローズを選択しますこのようにマシンが起動し先ほどインストールした全ての音源が使用可能になっていますはいここまでがマシーンの購入から製品の登録そしてパソコンで使用するための流れとなりますぜひマシーンでの音楽制作をお楽しみくださいご視聴いただきありがとうございました